さあ、宝火にもタグゲームが回ってきました。わっしょい。皆さん、年末皆さんどうやってお過ごしですか？宝火はですね、今、実家に、福岡に帰ってきました。ありがとうございます。今日の朝の7時の新幹線に乗って東京から福岡に帰ってきて、今実家です。実家のなんと階段で、ラビビロを撮るっていうね、新しいスタイルを、やってみてるんですけども、初めてのタグゲームだから、ちゃんと答えれるかどうかわからんけど、まあ聞いてください。ナンバーワン、 あれですかね、 YouTuber としてちょっとは認めてもらえるようになったことですかね。 YouTube を始めたのが去年の7月かな、7月やって1年目はね、それこそ番長、めぐりんさん主催の番長に出るまではもう登録者数が多分200人ぐらい、1年続けて200人ぐらいしかおらんくて、まあいつになったら YouTuber になれるかなみたいな感じだったんやけど、そのね、予選を通過した途端に、2000人3000人ってチャンネル登録がちょっと増えて、もう番長のおかげでこうやって宝部もいろんな方に、この活動を見てもらえるようになったのかなと思ってます。本当にありがとうございます。パート2、悪かったことは、まあ、悪くはない、まあ悪いか、チャンネル登録者数をね、年内1万人いけたらいいなっていう勝手な目標を立てとったんやけど、ちょっといけなかったですね。今年は蛇年でうごめいてうごめいていろんなものに挑戦してきたんで、まあ来年は馬年から、だからそのもう駆け抜けていこうかなって思ってます。駆け抜けてね、1、2、3。今年一番好きだったゲーム、アニメ、アプリなんやけど、宝部はね、ゲームもアニメもアプリもできるだけしないように、徹してるんですよ。っていうのが理由があって、ハマっちゃうじゃないですか、もうどっぷりのめり込んでしまうんで、特にゲームとかは。だからゲームすごいしたいし、テレビも見たいけど、そうやってどっぷりハマらないようにテレビは家にはないし、ゲームも買わないことにしてるし、アプリもね、パズドラとかみんながハマってるやつとかは絶対に撮らないようにします。曲はね、宝部ね、海外の YouTuber さんの曲とか結構めっちゃ聴いとって、僕大好きなアーティストがいるんですよ。で、サムツイさんの「メイキーラップ」って曲がもう超好きで、もう何回も見てますね。私あれをすごい撮りたいなって、ああいう映像を撮りたいなと思って、で「ネバーチェンジ」一発撮りを、あれはかなり参考にさせてもらってますね。なんかすごい海外で流行ってるじゃないですか、テイラー・スウィフトのやつだったりとかね、サムツイのやってるカート・シュナイダーさんとかプロデューサーがやってる映像はもう本当に毎回毎回びっくりするんで、まあ、見ていただいたら分かると思うんですけど、かなり影響を受けてます。まあ、サムツイさんとカート・シュナイダーさん、マックス・シュナイダーさんと、あとマイク・トンプキンスとかにすごい影響を受けてますね。それでそのマックス・シュナイダーの Nothing Without Love、 そう、 Nothing Without Love、 発音はいいのかな、この曲もすげえ好きですね。かっこいいっすね。やっぱなんか海外のシンガーさん、トップ YouTuber さんはもうなんかもうプロとアマの、もうプロじゃないですか。だから宝部はそこに日本のそこの位置づけに行けるように頑張りたいなと思ってます。もう一人言うんだったら、サムさんですかね。サムはサムツイのサムじゃなくて、サムオックって読むのかな、はすごい好きですね。なんか気がついたら口ずさんでます。 This love to list to my heart, please so good, don't wanna break apart。 なんて言ってるかわかんないですけど、歌詞がわかんないです。 4!今年買って一番良かったのはこの Mac ですかね、間違いなく。これ買ったのが今年の、6月ぐらいかな。Just the way you are を歌ったやつね。大分に、行って、先輩の結婚式の、動画を撮るために、編集はもう大分でするしかなかったっけ、そのためにこれを買ったみたいな感じかな。それまではデスクトップでずっと家にあるやつでやったんやけど、でもこっちの方がやっぱりスペックがすごい良くて、これには本当重宝させていただいてます。アプラさんはざっす。2つ目はランチパッドかな。
前回の三日月サンセットの時にあのこうやって押し寄ったやつあるやん、あれかな、あれが届いたのが本当に、動画出す直前の12月の頭に手元に届いて、でもどうしてもあれがやりたかったけどね、あれはやったんやけど、まあ、今後もねあれでなんか楽しいことができそうやなと思っております。あと一つはこの航空券なんか韓国に行ったり、それこそ大分に行ったり、セブ島フィリピンに行ったり、動画を撮るにあたって航空券をいっぱい買いました。なんかいろんなところに出て行って、なんかそのロケーションで、やって、まあ、結構金額航空券はやっぱね高いけんね、お財布が寂しい感じはなりよったけど、でもその分のね心の、中はあったかくなりました。はい。豆腐はやっぱりもっと宝部領事っていう人を知ってもらうことでしょう。なんかまあ宝部領事っていう名前も知ってもらうっていうのもそうやし、うん、一人グリー多重録音をしてるっていうのも、このスタイルっていうのももっと知ってほしいなと思うし、あとシンガーっていうところも知ってほしいね。なんかよくねビートボックサーと間違えられるよ。でビートボックスはね正直できないですね僕は。まあ、その簡単なやつだったらできますよ。でもちろんその動画でやってるのもちゃんと自分の声でやってますよ。ただそのビートボクサーってなんかその一つでいろんな音をぶわーってやっちゃうでしょ。僕はできないから、結構四つ打ちみたいな、音を選びがちなんですけど、ただぶっちゃけそのビートボクサーは僕全然目指してないですし、あくまで僕はシンガーソングライター、歌い手なんで、ヒューマンビートボックスの練習は今後も、まあ、やってもちょっとじゃないですか。あんまりヒューマンビートボクサーになろうっていう感覚ではないですね。っていうかそこを間違ってもらいたくないというか、もうちょっと高部亮次はシンガーソングライターなんだよってことをみんなに知ってほしいなって思ってます。あとは他にはオリジナルをどんどん出していきたいね。やっぱり結構本当はオリジナル曲っていっぱい持っちゃうのよ。で、Your Smile Days とか Never Change とか、エコーエイとか出したけど、他にもまだライブで歌ってる曲とか、ライブでも歌ってない曲とか あるけん、それをどんどん、出してみんなに聴いてほしいなと思ってます。さあ、でタグをつける人なんですけど、この間 YouTube スペースで会った銀座郎さん、ダンスをしてる人なんですけど、銀座郎さんにしてもらいたいなと思ってます。銀ちゃんはね、宝部のことをお兄ちゃんって呼んでくれとみたいで、宝部の弟にこれを託しちゃいます。さあ、というわけで今年ももう少しで終わっちゃいますね。ぜひぜひ年末皆さんあと2日ぐらい3日ぐらいか、まあ、やり残したこととかあると思うけ、やり残したことがあるって人は今年中にやってか、まあ来年笑顔で始めれるように、やりましょう。ぜひ、1月2日オフ会やるんけん、1月2日と1月3日ねオフ会やるけん、もし暇な人一緒に初詣しましょう。以上、高部亮次でした。またね。